どうしようです。モスト実況前回の続きからやっていきたいと思います。とりあえず今回なんですが、新しいイベントが始まってるんですね。ガチャも。星屑のオリュンポス。なんか映画みたいなタイトルで。ハデス。ハデス。みたいなやつ。ハデスっていうね。かっこいい名前やな。名前となんか、見た目がちょっと正直なんか一致してない気がするんやけど。ゼウスみたいな感じ。なんか微妙なんやな。まあこいつら来ます、来てますね。で、まあちょっとガチャはまあ、あの、オーブないんで、無視しといて、とりあえずクエストに、今日の9時から出てると、星になった炎の眷属。眷属といえばこれはもう、ベルセルク。いや、マギちゃん。マギちゃんは眷属。眷属やろ、マギ。眷属マギもあるな。眷属やな。うん。マギ。まあベルセルクね、僕の中では眷属といえば。まあこれいきたいと思います。まあ火やから水か。まあじゃあオーディンとかかな。オーディンって俺水おらん。まあとりあえずじゃあ俺が募集するわ。じゃあ俺ベルダンディ連れてく。タカダンディ？しかおらへんわ。ダンディ。ようやくタカダンディマックスいったん。タカダンディ？もう助か？ダンディタカ。うん。タカがちょっとダンディな声だけで出してみてよ。ダンディな声。誰で行こうかな。もうダンディな声。これクリシナとか入れる？入れる？入れへんやんのじゃんこれ。どう？あ入れてもええけんな。ゼウス前さん抜いて違うの入れへんの？いやおらへん俺。ノーコンぐらいしかおらん。そうか、おらんのか。じゃあ、ええか。じゃあ、もうラーでええか。ノーコンをとりあえず目指すっていう感じじゃん。そうやな。じゃあ、とりあえず、編成で。どんな、何か分からへんかな。キーとラーどっちがいいんやろな。キーと、キーと、あ、どっちキーは絶対ちゃうやろ、今回は。キーいらんな。ラーの方が絶対強いな。そらな。どう考えてもな。うん。剣属か。ダメージオールとかあるんかな。あ、こいつって剣属ってことは。どっちか行ってみな、分からんやろ。うん。何キラーなんやろ、何キラーとか何属性なんやろな。あー分からんな。ドラゴン、ドラゴン。ドラゴンじゃん、あいつ。ヒドラってドラゴンやな、キラか。ドラゴン系？なんか新しくガチャ出たやつがドラゴンキラー持ったらしいな。あー、じゃあドラゴンっぽいな。ドラゴンやな。ドラゴン、間違いないやろ。ドラドラゴン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 ドーン。ケゴー！おなじみのパーティーでも。まあ、今回水が2人おるから。おなじみや、これは。いいかもしれん。俺さっき入ったんだ、マイク。炎の眷属。水も2人おるし、いけんことなさそうな感じはするけど。どうやろう。セーフモードやん。うん。行こう。オッケー押してくれ。オッケー。オッケー行こう。星になった炎の眷属。星になった割には普通に姿があるっていうね。意味がわからんっていう。意味がわからん。ベルダンディかっこいいな。うわ、いきなりおるやん。おお、おるな。サソリか。ラー連れてきてよかったわ。ジドラ。フォーミング絶対いるやん。ジドラって言ってなんか結構毒持っとイメージあるけど。まあな。ヒュドラ。ドラポにおるやん、毒持ちの。ヒュドラって炎っぽいイメージはないんやけどな、俺の中では。確かに。やったい。オッケー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 。闇かな？闇。うん。サソリ鬱陶しいけど、まあ言っても。あれちょっと。なんか若干動いたくさかったけど、なんか大したもなかったね、でもあんまり。アビスタ。あー。おう。ゼウス当たっときたかった。ゼウスに当たらない意味ないからな。何あの攻撃？弱いな。まあ言っても最初やからな。最初は弱いな。最初強かったビビるやろ。ダンディや。ダンディ？ダンディってこと？ダンディ強い。強い。強い。ダンディは、アンチダメージオールと、重力バリア、アンチダメージ、重力バリアを持ってるから、ゴジラタイプやな。ゴジラタイプやな。使いやすい。ダンディの強みだからそれが。ダンディの強み。でもあんま渋くはないやな、ダンディのあれには。そうやな。結構な。結構いやらしい体つきしとんの、ダンディ。聖騎士って感じやな。聖騎士。結構いやらしい体つきしとんの、だからダンディ。そうやな。そういう意味で、そういう意味で見とんかよ、ほんま。気持ち悪いな。なんで？え？だから、そうやな。目で見んなよほんま。それや。あれ強いか弱いかで見ろよ。ほんまそうやな。どんな目見とんねんベルダンディのこと。びっくりしたほんま正直。俺は正直今引いたわちょっと。俺もびっくりした今。ほんまに。そんな目でたが見とやな思って。モンストまでそんな目で見たら終わりやぞ。ほんまに。モンストまでってなんか他でも見とるな言い方。たか？よう見とやんだか。何を？何でも見とやん。よう言ってくれんそういう。この後でめちゃくちゃ弱いなこれ。そうやな。でも相手耐久。ぽくない攻撃は弱いな。 ACP 高いなこいつ。30万くらいで感覚者食らってんからな。ヒドラかっこいいやんよ。なんかダッサい攻撃してきやがる。なんかどんな種マシンガンみたいな。いけいけいけ。ハスハスハス。オッケー倒して。いやだい。フー。オッケーオッケーだ。まあここは楽勝や。でも初戦から結構なんか時間かかったな。溜まってきとんかあれんじゃん。それはちょっとこいつ結構おるぞ。お、これ弱点。あこういうの時にテキーラ欲しいな。テキーラ？テキーラ欲しいよ。テキーラ欲しいな。ダンディやん。ダンディこれどっちも使えるからな。そうやな。シャッ！オッケーオッケー。よっしゃ。オッケー。ダメージオールいらんぽいな。
いらんな。いらんな。ちょうど俺重力バリアどっちも来たから悪くないな。間行こう。オッケー、狙い通りや。狙い通り。ドラゴン。とりあえず先にこのサソリとか倒しておきたいな。邪魔やから。そうやな。オッケー。よっしゃー。ふぅ。高なんでこれクロスレーザーか。クロスレーザーと縦レーザー。縦やなんかちっちゃいな。ちっちゃい。あれどれぐらいないよ。よくどれぐらいなのな。クロスが6100。ふぅ。縦がいまいちわからん。とりあえずまあ、これなんか2個目の能力の威力見られへんやろこれ。見れへんな。そこ見れるようにしてほしいよな。確かに。俺毎回思うんやけど。あ、思うな。うん。まあ、見れたところで一緒なんやけどな。イエーイ。実際。あんまりな、知ったところでっていうもんでもあるな。ゴジラ戦これでも。ほう。結構でも HP、俺らもやばなってたら。まあ、ここで回復しとく。まあ、言うてもまあまあ回復できるから大したことない。オーケー、オーケー、オーケー、オーケー。もう次取らなんかも。いや、まだ、あれかもな。いや、取れる。いや、こいつ次のターンはまだ大したことないから、いける。オッケー、オッケー。どうして大したことない攻撃やろ、これも。頼むぞ。あ、種マシンガン。種マシンガン。あ、種マシンガン案外射程短いんやな。種マシンガン。うん。もうこれで終わらせや。オッケー、オッケー。これも次ボスっぽいな。ボスやろ。来たな。うん。あ、来た。22ターン。結構長い。22ターン。あ長いぞ。ここはスピクリじゃなくて。2回ぐらい溜まるんちゃう、これオーディンとかあったら。多分18ターンもオーディン。うわ。そんなにあれやな。あんまり変わらへんな。変わらへん。もっと変わると思った。特に大きさ。ちょっとこれ、人が使いたかったな。お前は。究極っていう感じせえへん。極みで。オッケー。しかも結構みんな固まっとったから熱い、これ。熱いな。うん。サソリが。うん。サソリとりあえずこの、消したい。フォーミングやろ、結構うざいな。外に消したいな。オッケー。ラー当たれ、ラー当たれ。え？うわぁ、寒い。めっちゃスピードダウン。サムシムやな。サムシム。サムシムやな。とりあえず。ラー。あ、うわ、ミスった。いや、成功や。成功なの？ある意味成功やな、あれは。二つ目の正解、あれが。マシンガン。二つ目の回。攻撃4個弱い。マシンガン。うん、弱い。9000クラップ取る。まぁ、大したことないわ。大したことない、9000やったら。範囲が狭いからね。お、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 いいね。ふぅー、いいね。なかなかいい感じ。ジガジさん？たぶんあれじゃん、取り揃えたらジガジーさんに。そんなジガジさんしとったわ。なかなかいい感じ言うてな。あの、普段は自分を褒めへんこと有名なタカが、まさか自分を褒めるとは。結構俺は感動したけどな。ほんまに？結構褒めるな、思ってタカ。オッケーやん。いい感じ。俺はやるやんけ、やるやんけ。マジか。おおおお、いいね。あ、出せ出せ出せ。あ、惜しい。そう。うわ。お、何やこれ。弱い。3750。何やあのビーム。ベンダーに必殺技どんなんだこれ、確か。確かどんなんだ。必殺技、貫通。あー、ちょっとあれか、残念、残念なやつ。貫通で、うろちょろするやつ。あんま普通のやつか、正直。次らへんからあれやな。貫通になる意味あんまないもんな。そうやな。まあ、アイテム取りに行けるっていうのがええんかもな。あ、いけるわ。一発や、一発。楽勝。どうでも沈むやろ。あ、沈むやろな。どれぐらい食らうか。ズドーン。え？ 120 万でこれ。120万でこれ。HP 200万あるぞ、こいつ。高。やば、250万や、多分 HP こいつ。もう次行ってもええかもしれん。あ、行かねえのか。まだ無理です。行ってくれ。よし。250万の HP でかいな。でかいな。うん。ちょっとめんどくさいな。おぉ、いいね。いいね、いいね、いいね。ふぅふぅふぅ。ベルダンディさっきよかった？結構よかったやろ。バーに当たっとったんや、ボスに。ええ動きしとった？タカダンディはあんま微妙やけど、ベルダンディが結構ええから、タカダンディもカバーされたかもあるやな。どうしよう。使う？もう使っとってや。もうようわからんから使っとってもええで、タカ。その能力もいまいちわからへんから。よし、行け。絶対に B なんで。あれ？え？あれ？なんかあんま普通やったな。それ普通に行ってもよかったんちゃうかっていうレベルやったな。やっぱあのアイテム取るために使うべきなんかもな。多いな。うん。あんま使い方むずいよな。アイテム取るときは使えるけどな。貫通になったら。貫通やもんな。まあ、重力バリアがあるからどこでも行けるっていうのはあるんかもな。これ使う方がいいな。まだ掴んでやる絶対。もう行けるやろ。もう合わせる買ったやろ。まあ正直スピークリアせんでええから、濃紺行ったらええやろ。濃紺やな。まずは濃紺。もうこれ、こいつ結構弱いな。まあ今んとこはな。今んとこっていうかもう次ラストやで。ほんまやな。
ガチやん。まあ、オーディンの一発でかかったしな。で、しかも、まあ、ベルダンディは、まあ、普通か。普通かな。20万円だからな、あれ。普通の、あの、ベルダンディは友情コンボはどれぐらいだからな。まあ、その、ダメージ減るし、あ、ブラ。ダメージ減るし、攻撃もちょっと高くなる。ん？ 7だから。水属性やから。あ、なるほどな。うん、まあ、水属性からいるって感じやな。そうやな。おい、もう出られへんやん、クソ。うわ、うわ、うわ、お、動ける。水の高ダンディな。水ちょっと4体ぐらい欲しいな。来た来た来た。そうやな。早いとこな。来ました。行きます。鍵払い、ストライクシャット。ジェウス、オッケー。おー、ジェウスやっぱ結構強いな。92万がそれでも。92万痛い。ダダダダダダ。マシンガン、マシンガン。オッケー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 。敵を早めに倒したいな。そうやな。でもこれちょうどよかったのは3人とも重力バリア持ちっていうのがよかったな。ラーとオーディンとこのベルダンディ。確かに。特にベルダンディとオーディンは両方重力バリア持っとうから、ここ相性ええな。ダンディやるやん。水の中では。あ、ミスった。ええ、うわぁ、一番。うわ。一番やったらあかんことや、あれは。グッドで止まってもた。重力バリア発動せへんかった。あんなになってまいねん。マジ重力バリアのデカさが。よっしゃー、当たってみなかった。くそ。え、お、結構強い。やばいやばい。21万クラットで。あかん、ちょっとあれ取らな、無理やわ。次攻撃来るぞ。取ろ。ちょっとでメガ生き延びる、生き延びるようにしよう。オッケーオッケー。ただただただ。オッケー、まだいける。ただこれ邪魔なやつ、化粧食上ないと。ただやな。ただこいつなんかあんまり近寄らへんかったら、大したことない。大したことないような気もする。ただ近寄らへんかったら攻撃できんからな。近寄らへんかったら楽勝や。お、よっしゃ。よっしゃ、来た。ハートも来た。だからあれ取っとこ。もう取るん。いや、まだ取らんほうがいい。いや、やられるかもしれんね。ほんま下手したら。ほら、ほら、見て。これやばいやばい、これやばい、これやばいって、これ。おい、おい、大丈夫かこれ。おいおい、おい、危な。こんなん取っといた方が絶対無理や。取らない無理や。別に攻撃してくるな。あ、してくるわ。してくる。ほっ、あんまり回復せへんな。やばいやばいやばい。あんまり食らってない。あ、次攻撃し、あ、してくるわ。まだなんか下にあるわ。多分種マシンガンか、あれは。いってやばい。あかん、やばい。クワーッ。おい、めっちゃ強いんけ、最後の一撃。めっちゃ強い。最後が痛い。9000かける4やろ。うわぁ、コンティニー痛い。もうノーコンが無理やから。ほんでしません。あげましょう。あの1回なの。これは、言ったら、あれやったかな。2万1000が痛かったな、絶対。範囲を考えると何やったんかわからんけど。マジ重力バリアは発動せへんかったの、でもでかかったやろな。あれやったん、全部。あれが全部。でもでも、あれが、あれ発動しとっても、まだ、かわせてへんで。いや、わかんない。いやいや、あれは、気持ちが、気持ちがあれで落ちたのは確かに。思いついた中で、だから、気持ちがあれで負けたやん。ほんまや。あそこで負けたの、気持ち。いや、あれで、気持ちよ。気持ち。うん、気持ちが負けてた。たかもあるとき。次行こう、次行こう。たかもあるとき気持ち負けてもだから。次、だから、じゃあ募集するで。タカ、ヒドラやから。あ、タカやな。そら、タカの方が、ここに定期施設持ったやん。募集。アンチ16バリア持ったやつがいるもん。アンチ16バリアの、ハーレーと、ベルダンディ。サタンは？俺、アンチ16おらへんねん。ベルダンディもいらん？いや、いるやろ。いるって絶対、ベルダンディ。サタンとハーレー、どっちがいいんやろな。ハーレー、ハーレーの方が、ストライクショットは、強い。まあ、強いわな。ハーレーやん。でも、サソロルから、だから、ホーミングは熱いよな。ホーミングいるサタンのホーミングやん。だって、俺のラーが消えるわけやで。じゃあサタンにしようか。うん、じゃないとだってホーミングおれへんから。そうやな、無理やろ。募集します。ちょうど敵が炎っていうのが無理やわ。参加しよう。まあこれオーディンは絶対やろな。うん、オーディンは水やしな。集中、敵のダメージを減らせるっていうのはでかいし、これでかいわ。いきまーす。これね、ゼウス、ゼウスの、ゼウスがアンチ16だったらいいんやけどな。確かにな。確かに動かれへんもんな。重力バージョンの爆破欲しいよ。アンチ重力の爆発欲しいな。誰がおるの、そんなやつ。おるの、わからん。じゃあおらへんのじゃん。そうか、水の爆発が欲しい。あ、そうよ、あいつ強いらしいな。アグナムート。神か。アグナムート。アグナムート神が出たらしい。なんか重心さえやっとったな。うん。あいつが非常に強いらしい。もう俺はどっちかって新しいキャラが好きやから、あんま興味なかったけど。今のやっぱアテナとは。アテナとか欲しいな。アテナ。アテナ可愛いな。可愛さだけで欲しいな。またグーでだか。なんか下手くそやな。また下手いな。だからまあコツつかんねえな。あれでも結構簡単じゃん。簡単やな。結構簡単やろ。簡単やな。何見せるか。緊張集中してへんかったやろな。ほら、ただ油断しとな。一番。戦闘で油断するやつ一番あかんからね、ほんまに。そうやな。すぐ行かねえんだ、ほんまに。
ただ油断せずに行こうってこと知らんか。まあ、手塚、手塚国水やだから。オッケー、手塚見なさいよほんまに。何手塚が強いかっていうのは油断してへんから、あいつは常に。へー、常に冷静で、ほんまに全力でやっとった。あいつは感情的にならへんの。手塚ならへんからね。ならへん、ほとんどならへん。たまーになるけどな。たまーになる。いや、その時はまた能力上がるって、手塚の場合は。へー、便利やな。100連二色の極みとかあるからな、手塚さんは強いよ、ほら。ほぉ、結構あれやったな。ハート置いとこ、ハートハート置いとくって考えたらあかんやろ、うん、もうそれでやられたら終わりやったか。ほら、考えてやるんじゃなくて、もうこれよ、残ってまうてんや。体で感じるっていう、体の感覚でやったら、残ってまうやな。だ、気持ちだから全部。ほら見て、大きなって。気持ちやからな。よっしゃ、ハード取る。タカみたいに頭を使え。おお、オッケーオッケー。タカみたいな頭で考えるだけやったら分からへんこともある世界なんや、これは。おお。ただ気持ち。俺的には残した方が良かったけどな。バカ野郎、タカ野郎。おっしゃ。バカ野郎、タカ野郎。なんか、今日初めて聞いたけど、結構ゴロいな。いいやろ、バカ野郎、タカ野郎。言われて嬉しい言葉ではないけどな。ほんまは何かしたんだから。え、ほんまや。バカ野郎、高野郎の本家バージョン。本家バージョン。うん。たけしさんやろ、たけしさん。いや、本来の言葉やな。たけしさん、ビートたけし。本来の言葉はしたぞ。ビートたかし、本来の言葉。バカ野郎、何や野郎やろうっていう。バカ野郎、この野郎じゃん。当たり。アホやで。ほんまに。何のオチもないのに。来るだけ言って。ひどいね。いや、だから、もうバカだよ。今のひどいね。今のひどいね。勉強違いな、答えをしてくると思うんです。まず知らんやろと、こいつどうせまた。おう。それが普通に分かっとったから。まあ、タカのせいかもな。さっきの。俺のせい。さっきのタカのせい、若干あるかもな、確かに。もうちょい、じゃあ難しい質問にしよう、難しい質問。タカほんま、一般常識結構知らんから。確かに知らん、知らん。答えられへんイメージがあったんや、俺は。タカ、ビートたけしの、コンビ名しとん。コンビ名、うん。ビートたけしってコンビ組んどったんやったっけ。組んどったから、組んどった。だから、あ、知らんの。だからビートたけしのコンビ名、コンビ名 B&B。 何を言わんねん、ほんま。B&B なんて見えんだろ。まだ幼稚じゃんの、それ。あれよ、だから何やったっけ、何やった。2ビートやだから。ああ、知らんの。知らん、さっきの。ああ、だからさ、確かにな、聞いたことあるな。聞いたことある、聞いたことある。もう やってまいるかもな。死ぬかもしれんから取っとくか。取っとこ、全部取っとこ。そう、いや、でも今回でもな、パワーアップを手に入れて。お、爆発感はあれ取ろ、あれ取ろ。スタート系全部アップ。なんで前2万点も食らったのか、うん、強かったから。その判断回数が強いの、結局判断回数が最後らへんが一回みんな引かれたけど大丈夫な時もあったよな。離れて戦うのがもうあれや。まあこいつの倒し方やな。離れて戦うのほんま強い。で、基本ベルダンディはアイテムを取るために使うと。そうやな、うん、これは残した方がいいと思う。ベルダンディは何の威力も期待できないな。そう、あれは何の役も立たへんから。もうとりあえずアイテム補充係やな。とりあえずこの邪魔やな、このカマッチみたいなやつ。俺の上のオーディンが使いたいんやけど、ひたすらをカマッチ倒し、右だな。ええ、だから右やで。遅かった、ちょっと。もう話しとったて。ハハ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 ハ。一人残っとった。オッケー、オーディンのライン、そのオーディンライン。イエーイ。オッケー。お、しかも回復残っとる、地味に。すげえ。回復は取らないと。ヒギ回復残しか、あれが。完全にもうさっきの。回復なんか残しとこう。回復残せよ、きっちり。残せよ、きっちり。取るな、それ。次のターン、それ進化、それ次のターン進化するか。おい。おい。え、取るよんねん、おい。無理やろ、あれ。なんか微妙すぎるやろ。微妙な。今の完璧かぶっとったな。よし。いやいや、これ残しといて。今やばいやばい。めちゃくら。あれあれで2万9000くらん。やばいやん、こいつも。なんか多分、ポイントがあるやな。あるんやな、絶対。
もう取るしかないでもなんかとりあえずもうこれでかい方取るか、うん、それでかい方も取るし小さい方も取るだから。してくれ、よっしゃ頑張ってくれ、よしよし、あーオッケーオッケー、あーあーおいおい、さっきのでかいぞこれ、なんかそういうとこにやってます、そういうとこやってほんまそこに気持ちが足りんな、なんか俺だけ攻められとる、何をやんねんまだお前、ほんまそう都合があるんだらな、そうやってな、また視聴者は味方に引き入れようとして、それがタカの悪い癖やな、それ悪いな、そんな一時思った言わんでやん別に、それお前何一時言った、あーおまだ俺だけ攻められとる言うて、またそれでコメントくるタカさんかわいそうみたいな、タカさんだけ俺が言わんでも、お来た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 、俺が言わんでも多分来るで、タカさんだけいつも攻められとるみたいな、よっしゃ行け、オッケーオッケー、でもなんでタカさん攻められとんのいつもおるんやろ横にって、お前俺やっぱ M なんかな思って、ただのただのド M なんちゃうか思って、これ残しとこうかな、ひさただちょっと、もう多分たまらへんやろ、たまらへん、絶対残しとこうかな、あいつよっしゃオッケー、長期戦やもんな、結局だだ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 、種マシンが地味強えな、あれ種マシンがやばい、残しといていけるやろ、多分この8ターンのやつがやばいね、多分このやばいな、あの地震みたいなやつやろ、この8ターンのやつがやばいね、だから8ターンのやつがやばいから、これ地震のやつ、これはそんなにやな、うん、8ターンのやつを警戒しとくべきやな、絶対取ったあかん、絶対黄金、黄金、黄金にしてなあかん、取ったあかん、絶対、よしよっしゃ来た黄金や、とりあえず取っとこ、一切取りたい、いやもう普通に取れるや、これ普通に取れるか、うん、だから頼むぞ、ほんまに任しとけ、おー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 、オーケーオーケー、ええやん、もうええやん、タカダンディ、タカダンディ、珍しく珍しくタカダンディが結構あれだな、火吹いたな、オッケー、あとは倒せ、ドライショット貯めてもいいんやけど、ね、確かにサダンな、全員は無理やろうけどな、これあいつらは倒しつくな、まあ、あいつら爆発やから近くの方は確かに、どうする、貯める、貯めれんねん、貯めようか、うん、貯めてもいいかもな、ほら貯めよう貯めよう、オッケー、まあまあまあ、え、ゼウス貯まるまで、いやもうサダン貯まる、サダンでいいんちゃう、ゼウスちょっと長いやろ、長いな、よっしゃ、あぶねえ、ここ行こうか、横やな、横移動、完璧、次ちょっとタカジガジさんしたい、ジガジさん次ちょっとオーディンから行きたいな、右足倒そうかな、おうおう、オッケー、もう倒しに行こう、当たってもええな、もう倒してええでも別に、まあ、倒しに行こうかな、おお、ギリギリ、オッケー、ノーダメやろこれ、ノーダメいったな、よっしゃー、よし、これであとアイテム取って、あとアイテムだと剣も取ってもええかもしれんな、ついでにこれで、オッケー、よっしゃ、オッケー終わり、オッケー、これで終わりや、完璧な状態か、うん、これでいったやろ、完璧な状態できた、ベルさんからっていうのは残念やけどな、まあ確かにな、まだ使わんでよな、しかも弱点、使わんで弱点があるぞ、アイテムがある時に使う、それはとりあえずこの重力バリア邪魔やから消しておきたいな、ボス狙うか、ずっともうどっち行く、いやー普通にボスでも HP 高そうやけどな、これ高いから400万ぐらいありそうなイメージなんやけどな、オッケー、これで今の流れからいくと、オッケー、オーディンがでも、あー高っ、これは無理やろ、うん、これは無理やわ、当てるのはっていうわけで普通に行くか、素早さ取ると、いいだ、おーおーおおお、いやそんなやったな、50万くらいとかHP でも50万から考えたらこれ400万ぐらいありそうやな、 HP こいつパターンやん、ストライクショット、これでザコ敵を倒そう、敵がいっぱいおるから、オッケー、行ってくれ、おらやった、今回はなんか新ギミックみたいなのないやな、そうやな、新しいなんか、あー強いぞこれ、あーやばいやばい、いけるいける、このラストサムライ結構強いからな、こいつラストサムライは強い、オッケー、こっちは来い来い、よっしゃよっしゃ届いた、よし倒そう、オッケー、おお一体倒した、いやザコ倒しようかな、危ない危ない、だだ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 だ、あーやばい、これやばい、やばい、ドラゴン強い、やっぱザコ敵が結構きついよな、で、あいつら倒した方がいいな、うん、でもあの中入った方がいいかな気もするけどな、そこのゼウスとオーディンの間、あ、ほんまや、ゼウスとオーディンの間に倒しに行こう、うん、よしよしよし、オッケー、おーいいね、おーいいねいいねいいね、来た、これはいけるかもしれん、ただ近づいて戻るから、あーやばい、これでも出されへんやろまだ、出せへんな、とりあえず、あ、回復取った方がいいかもな、これ、一回。よっしゃ、オッケーオッケーオッケー。ドラゴンが強いんやっけ。これやばい。あーっと、待て。これドラゴン。1万
結構来るな、ドラゴン。ドラゴン殺してたらええんじゃん、ほんまやつ。倒さなあかん、ドラゴン、絶対に。ここや。死んでくれ。よっしゃ、一匹。あべー！うわ、8000。まだ いけるな。どうするじゃん、これ、普通にベルダインで置いてくれ。うん。よっしゃ！よっしゃか。51万。オッケーオッケー。これやばい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 。ボディー来い！トリゴ必殺だが、ここで回復や、回復。この回復、斜めルートや。いっそう、いっそう。行ってくれ。よっしゃ、よし、来た、あー、来い、来たー、オッケー、来た、おい、いや、なかなか、お、もう相手 HP。 いや、ここで、さらに最後、来たー、よっしゃー、守らった。守らったやろ、これ。これも負けることない、もう。これは負けへん。ドン、来た、よっしゃー、140万。来た、ふぅ、完勝や。完勝。計画通りやったな。濃厚。でもだから気持ちやな。気持ちやな。これは全部な。うん。気持ちが運だと思うわ、ほんまに。気持ちが大切や。最後のベルダンディの貫通が残っとったっていうな。うん、あそこで。あそこで取っとくって。うん。取っとくって、あのアイテムを貫通でいくという。よっしゃ、オッケー、2号1件ゲット。オッケー。よっしゃ。まあ、こいつも2キロあったら十分やろ、もう。これどんなんだよな。あんまかっこよくないな、なんか。かっこよくない。進化系がそんなんやったからな。たらららら。2回目でノーコンクリアか。まあ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 、普通やな。いけんことはなさやな、これも。一応水がおるから、まあギリギリな、まあ、クリシナほどでもあれやん、回りやすからね。確かにな、結構かかるやろ時間。キーがおるからな、クリシナの時は。じゃあ見ようかな。そうやな。ヒドラ、ヒドさん、ヒド2はアンチダメージオールのバランス型クロスレーザー M。 アンチダメージオールなんや。まあ普通、眠れる力で加速やって。ドラゴン族なんやな、やっぱり。普通やな、なんかドラゴン族やっぱり。インフェルノマグナム。なんか、ややこしそうやな、いっぱい。見たことないやつばっかおるぞ、これ。そうやな、今回の、うん、今回の、こいつクロスレーザー系か。イベントや。クロスレーザー L 系やな、ダメージオールと。あー、ダメージオールか。なんか微妙っぽいな。キラーじゃなかった、うん、キラーじゃなかった、あんま、いらんな、正直。やっぱ俺ちょっとガチャ引きたいな、これ、ハデス。俺も引きたいな。あれちょっとガチか。ヘラクレス。お、え、ガチャ。攻撃力4万超えて初の。マジで。アビリティは16倍やろ。やばこれ。え、4万1000あるやんか、超いる。あれやな、助かんとかないからな。え、ほんまや。ほんまや。もう最初からマックスらしい。めっちゃ強いやん、こいつ。マックスでも一番高いんじゃん。スピードも結構やばい。進化系はドラゴンキラー持ってへんからな。でも進化系の方が強いっぽいけどな。こいつやばいやん。やば。こいつ緑やしかも、欲しい。こいつやばいな。ヘラクレスいいな。ハデスはちょっと見よう。侍キラーやもんな、ハデス。あ、アテナ。アテナはスピード系か。なんか普通やな、アテナは。ん？新友情コンボ、エナジーサークル M。サークル上の属性エナジーで炎上的に攻撃。なんか面白そうな感じであるけどな。面白そうやな。新キャラ欲しいな。もう最近とかも全然俺ガチャ引いてへんからな。俺も引いてない。あ、俺たまに引いたわ。うん、俺ガチャでもガチャで最近引いたやつって言ったら、新しいんだよ、ラーか。もうラー以来多分俺引いてへんからね、一回も。引いてない。ラーか。見てこの、たが。ケンチーの余りを。俺もめっちゃケンチー余ったよな。そんな余ったん。もうケンチーがありすぎてありすぎて、もういらんねん、ほんまに、これケンチー。いや、しかも、クリシュナができたから、ケンチーすぐ入れん、あれ。正直。で、俺金がないやんって、金が。もう。もう金がなすすぎて。で、新しいやつが出ればすぐ極みまで上げれるんやけどな。で、しかも重心力とかも余っとうし、俺。お金は？お金はまあ別に金曜日のクエストで、金クエで、金クエでいけるやろ。あれでまあ集めれるとしても。ガチャね。うん、やっぱな。でもやっぱ重心祭、超重心祭のとこ聞きたかったわ、うん、俺。欲しいな。でもこの中でやって一番欲しいのはやっぱヘラクレスかな。パッと見。お、ハデス。サムライキラー。新ストライクショット登場。形勢逆転のチャンス、ボスの弱点にヒットする。3ターン麻痺させる。めっちゃ強いやん、こいつ。3ターン麻痺、でもただ、ターンがめっちゃかかるやん、こいつ。3ターンやばいやん。36やこれ確か。36! 長え長っ。ゼウスより上やからな。やばいな。でもまあこれ溜まっとっただいぶ強ない ?3 ターンって。まあ強いやろ、3ターン。3ターンは結構やばいやろ、こいつ溜めていったら。ボスの弱点に当てなあかんからな、これ。レベル、反射タイプ、バランス型。まあ、能力は、でも力も3万あるからな、こいつ。でも平均的にこいつ強ない、だってスピードも300超えとうで。ほんまやな、うん、確かにな。基礎能力高いな、高しやな、こいつ。ストライクショットがちょっと使いにくいって感じなんかな。でも溜めとけば、強いわな。え、前世で30点やろ？ノーコンクリア目指すやったら結構便利な。うん。いやな。ゼウス30やから、そう考えたら6ターンぐらいはまあ別に、なんとかできそうやしな。あー、全員ちょっと一回欲しいな。
全員欲しいな。全員。もう全員育てるぐらい余裕あるんやけどな。10連ぐらいしたいな、これマジで。はい、ということで、とりあえず今回は、ヒュドラ、降臨を、一応2回目でノーコン行きました。今回のガチャね、引くかどうかわからないんですけど、まあ、引くとしたらまた動画撮りたいと思います。お、ヘラクレス、神化バージョン、これは。神化か。あ、全然力弱いやん。え、弱こいつ力。神化になったら一気に弱なるな。どんだけ弱なんねん、こいつ。びっくりするぐらいあれやな。うん。こいつやばいやん。力1万。ドラゴンキラーがあるだけや。1万5000ぐらい減っとんやけど。星5初のドラゴンキラーに入ってん。あ、ほんまや。へ、でもドラゴンキラーってこれ強いんやろな。まあ、ドラゴン族に対してやろ。どっちのこれ評価高い。やっぱ進化。4万の方ちゃん。4万はちょっと魅力やな。でかい。魅力やな。うん。しかもこいつアンチ磁力バリア持っとうから、4万の攻撃効かせるからな。しかもスピード300ぐらいあるでこいつ。なんやかんなんやかんやから246とプラス30だから280ぐらいか。結構えんちゃんこれ。普通に叩くだけでパパパパパーみたいなやつだけで、だいぶ強そうやな。4万って。4万はえぐい。森の普通のってラーとかの2万プラスやで。 2倍やからな。めっちゃ強いな。しかも森って一番欲しいな。森っていうのも結構熱いんやな。森持ってないからあんまり。森欲しいな。森リスは正面あれや。まあ闇やから別にあんまおってもどっちでもいいやけど。アテナも欲しいけど。アテナ水やろ。アテナ水、これも欲しいな。アビリティ。お、火属性耐性持ったやん、こいつ。しかも。アンチダメージ。めっちゃ欲しいやん。え、こいつめっちゃええやん。アンチダメージ。耐性持ったで、こいつ。しかも、全体能力も結構高いっていう。アテナ？うん。いや、アテナもええんちゃうん、これ普通に。ええやろな。火属性のダンジョン。全部でいけるやん、これ。いけるやん。こいつら結構ええやん、普通に。アテナと、まあ、ヘラクレスやろな。ヘラク？ヘラク？ヘラクもアテナも、なんだっけな、もう一人。ファデス。ファデス。ファデスも結構ええな、ファデスも。ちょっと多分これまた、課金しようかなと思ってます。わからないですけどね。まだ課金する人はまだこれちょっと引きたいと思ってるんで、10連。いや、もう出るまで。誰かが出るまで。引くと思います、多分。次やるとしたらね。課金するとしたら。まあ、とりあえずまたそちらの方も楽しみにしておいてください。というわけで今回の動画はこれで終わります。ありがとうございました。バイバイ。